ジョアン・マーヌ・エル・ビエーラ・ピントは、ポルトガル共和国ポルト出身の元サッカー選手である。現役時代のポジションはフォワード。ジョアン・ピントと呼ばれる。ポルトガル代表黄金世代と呼ばれた世代の一人で、あり、フェルナンド・ブラッサルドと共にフ、FIFA フワールドユース選手権優勝を二度経験した。フル代表でも、UEFA 欧州選手権や FIFA フフワールドカップなどの、 大会に出場した。ジョアン・ピントは、ポルト市内東部のカンパーニャンに所在するクラブ、バイロド・ファルカン及びアグヤス・ダ・アレオサでプレーした後、FC ポルトのユースチームのセレクションを受験した。しかし合格することができなかったため、ボアビスタ FC のユースチームに入団することとなった。1988年から、トップチームでも登録されるようになり、17歳で、 スーペルリーガのリーグ戦に出場するようになった。1990から91年度はスペインに渡り、アトレティコマドリード B で過ごしたが、シーズン終了後ボアビスタに復帰した。この年度では43試合に出場して8得点を挙げたほか、1992年度のポルトガルカップ優勝を経験し、ポルトガル年間最優秀選手賞を受賞した。 シーズン終了後 SL ベンフィカと契約し、移籍した。ベンフィカ移籍後の1992年、ジョアン・ピントは1994フィファワールドカップ予選を戦うポルトガル代表の一員として選出され、スコットランドに遠征したが、その期間彼は、気境の症状に苦しんだ。後に治癒はしたものの、 1992から93年度は試合に出ることができなかった。1993から94年度から復帰し、チームの主力選手の一人として活躍した。エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデで開催されたスポルティング・ CP とのダービーマッチでは、ハットトリックを達成したのをはじめとして、ベンフィカの勝利に貢献し、同シーズンを ベンフィカは優勝という結果で終えた。1995年、ピントは引退するアントニオ・ベローゾの後を継いで首相に就任した。しかし1995から96年度はカップ戦で優勝はしたものの、リーグタイトルは逃した。翌年度以降もベンフィカはタイトルから遠ざかったが、それでもピントはマヌエル・ルイ・コスタともども、ポルトガル代表では、 主力選手の一人としてあり続けた。2000年年俸をめぐって会長のジョアン・バレイやゼベドと争った末、ピントはベンフィカとの契約を解除した。それは UEFA ユーロ2000の一週間前のことであった。ピントは無所属のまま同大会に臨み、大会準優勝に貢献した。ユーロ2000終了後より、ジョアン・ピントはポルトガル国外のクラブから 複数獲得のオファーを受けていたが、いずれも受諾せず、スポルティング CP に入団した。2004年に SC ブラガに移籍するまでの間に、4年間で142試合に出場して32得点を挙げた。特に、マリオ・ジャルデウが加入した2001から2年度シーズンでは、ジャルデウと共に活躍し、同年度リーグ優勝、ポルトガルカップ優勝に貢献した。 しかし 2002FIFA フフワールドカップのグループリーグ戦第3戦の最中、ピントは相手選手へのタックルでレッドカードを受けて退場処分となった上、主審のアンヘル・サンチェスに暴力行為を働き、6ヶ月間の公式試合出場停止処分を言い渡された。2004年にジョアン・ピントはボアビスタに戻り、2006年まで在籍した。 在籍2年目の2005から6年度に、ボアビスタは、リーグ6位の成績を上げた。ピントは年間で9得点を上げている。シーズン終了後の7月、SC ブラガとの1年間の契約に応じて移籍した。ブラガ加入1年目の2006の7年度、ピントは24試合に出場して2得点を上げた。クラブは、年間4位の成績でシーズンを終え、 ピントは契約延長により、2007から8年度も、ブラガでプレーすることとなった。しかし2008年2月、ピントは、MLS 所属のトロント FC の練習に参加し、同月22日、ブラガとの契約が解除されたことが発表された。トロントとの契約は、破断となり、その後サウジアラビアのあるヒラルとの交渉も、破断となった。2008年7月22日、 ジョアン・ピントは、現役引退を表明した。引退後は、ポルトガルサッカー連盟のディレクターとして働いている。ジョアン・ピントは10代で結婚し、二人の子の父親となったが、2003年に離婚した。1988年に生まれた先輩の息子、チアゴ・ピントは、SL ベンフィカ及びスポルティング CP の株組織を経て、CD オリバイスへモスカビジで、 初めてプロ選手となった。現在は、リオアベ FC 所属。チアゴは9年6月に交際していた女性と結婚し、2010年6月に、息子が誕生したためピントは、祖父となった。後に、ピントは、ポルトガルのモデルで、テレビ司会者のマリサクルスと交際し、再婚、彼女との間に、息子が二人いたが2013年に離婚した。 二歳下の弟セルジオピントもプロサッカー選手となった。1989年、ジョアンピントは U-20 ポルトガル代表に選出され、サウジアラビアで開催されたワールドユースに出場。グループリーグのナイジェリア戦で一得点を挙げた。1991年、再び U-20 代表に選出され、開催国代表としてワールドユースに出場。 首相として望んだ、この大会で6試合に出場したほか、アイルランド戦で1得点を挙げた。1991年に A 代表デビューして以来、ピントは通算81試合に出場して23得点を挙げた。また、代表選手として UEFA 欧州選手権に1996年、2000年と2度、出場しただけでなく、2002FIFA ワールドカップにも、 出場した。同大会終了後、ピントは代表から引退した。ありがとうございます。